海賊のワコチュチュ来たー。はい、いらっしゃい。十中八九カイロさんだよ。あ、こんにちは、いらっしゃい。いつもありがとうね。うん、寝すぎたー。きれい、バレてるー。あ、こんにちは、ポテポテポテーちゃん、すごい。お風呂のおかげさまでゆっくり仮眠できました。バツーに寝たいすみなさい。15時間寝てた。いや、14時間が昨日の10時に寝て0時に起きたから、14時間寝てた。やばー、もうやばすぎだよね。どんだけ寝るんだよ。めちゃめちゃ寝てた。もうなんか目が覚めたらさ、あれ今夜、あれ夜おおみたいな、ランチみたいになってた。エアトラックまだだよ。たまにはね、ゆっくり寝るのもいいよね。こっちは待ってたんやさい。ごめんね、遅くて。すごい遅くてごめんなさい。めちゃめちゃ遅くなっちゃった。結構トラス、もうトラスが続いてるね。よいしょ。12分超えれば十分さって。12分しかないの。エアーコイラサイ、エアボイスはよー。エアボイスなんて言わねー。寝起きでめっちゃ声出ないんだけど、もうガチの寝起きだから声出ないよ。もうカスカスなんだよね。やばいな。昨日も寝るまで配信しててさ、今日も起き抜けに配信だからさ。フェアリーさんでしか喋ってないわ。おっぱいが K から M、 M カップとか聞いたことなんか、 K カップは割と聞くけど M カップもなんか聞かないな、そこまで行くと。いや、なんかフェアリーさんあんまり夢見ないんだけどさ、今日めちゃめちゃ長編の夢見ててさ、なんか目が覚めた時別の人生が終えたぐらいの気持ちだったのに、あっ夢だったんだって思って。ゆうくん、やなさんいるの。え、なんかね、夢でね、南アメリカからね、なんか南アメリカでなんか犯罪を犯して、なんかロシアまで車で逃げるようにした。謎すぎる。南アメリカからアメリカの何、西海岸沿いにひたすら逃げるっていうのとかね、壮絶な夢だった。長かった。なんかいろいろストーリーあったんだけど全部忘れちゃった。なんか寝て起きた時ブーって感じだったもん。はい、犯罪を犯すでロシアについて起きた。ロシアだみたいな。まあ、楽しくはあったね。うん、でもなんか疲れ全然取れてないよね。なんか夢でめちゃめちゃ疲れたからさ。学校に行ってみなさい。
その夢でも体力を使いたい。警察からずっと逃げてたんだもん。口の中に泡入った。苦い。ここに住んでる小石いらっしゃい。色プラスと Need for Speed っていう、運転ゲーやってたからなのね。なんかそれでなんか車で移動してた。速いプレイ、なんかそれはあんま記憶にないな。お部屋お菓子運んでる夢見た。なぜかワープしてお菓子失ったなんか夢って広いよね。理不尽だよね。そうそう、車でね、逃げてた。口に中に入る白くて苦いものなんだ。精子、でもリスナーさんが教えてくれたんだけどさ、タフヤニさんの半身浴雑談のさ、タイムシフトがさ、YouTube に無断転載されてたよね。大清掃。なんかその人の YouTube の投稿動画見たら、なこちゃんとか、もう言ったら横山みどりとか、そういう、なんかニコ生主の配信のタイムシフトをめっちゃ掲載してる人でさ、それに掲載されてたー、あなたー、ついに掲載されるまでになってしまった。こんなの掲載してどうするのさって。いやいやいや、もしかしたら爆発的な人気が出るかもしれないでしょ。じゃあついに天才されるほどのレベルになってしまったけど、うざい。いや、まだ今んとこ全然なんかいいけど、やったら今の早いさ、天才したところでさ、まあ、大した再生数も稼げないならさ、まあ、いいんですが、まあ、おいおいめんどくさいだろうね。いや、昨日検査されたばっかりだったからコメントついてなかったと思う。自分で検査して広告収入稼ぐ。稼げないよ。無断転載デビュー、イエーイ。イエーイじゃないわ。無断転載禁、マユって転載禁止したところで転載されるからね。禁止もクソもないよ。ローション蒸らしたら詰まりそうになる。まあ、あんまり粘度が高いと危ないだろうな。詰まるだろうな。いや、いいよ。とりあえず通報とかしなくていいわ。うん、全然いいから。ほら、ソロキャットの人にのライブも今転載されまくってますね。まあしょうがないよね。ソロキャット今人気出てたところだったから、たまにインパクトのある事件起こしちゃうと転載されるよね。
さんも間違えてフェイスリングで顔が出て転載されるの怖いよ。それちょっと X ビデオに転載されそう。なんかいそうそういそうするやつも君が寝坊したせいで3発も無駄打ちしました。責任取ってください。はぁ、あ、どういうこと？それってフェアリーさん以外で3発打ったってこと？死ねば？ねえ、私も中身が出ないように注意しなければ。ければやば、寝起きの声のデスラスやばいね。フェアリーさん痩せてから声顔出す。ねえ、痩せてから顔出しないとな。それな。あれなんだよ。あれはフェイスリングの押してはいけないボタンを押したせいだね。フェイスリングって顔のモーションをキャプチャーするソフトなんだけど、押してはいけないボタンを押すと顔が映るっていうか、顔をカードイフに今認識されてますよっていうのが出るんだよね。それのせいでノラチャットが爆発してしまった。爆発はしてないけどね、まあかわいそうではあるよね。ドラーの鏡、そう、本当の姿が映し出される機能がね、ついてるんだよ。あー、ヤリさん、半身浴が。あれ、怖いよね。いや、ヤリさんもさ、2年ぐらい前にさ、フェイスリーグで結構配信してたから、あれは注意してたね。あのボタンは押さないように注意してた。うん。顔がバーンって出るからね。元からみんな分かってたんだし、まあ、影響はない。うん、でも、やっぱり、どうなんだろう。ない、なくはないと思うよ。どうしても。うん。フェアリスト顔判明オークじゃん、うるさい。コミュニケはあった、あったな。まあいろいろ覚えてはいると思うけど、専任できたと考えればいいんじゃない。キズナイ押せ、ちょっとはい、キズナイちゃん黒幕説こえアイタロー。逆に言えば、この、そのボタンを押さ、そうだね、そのボタンを押させれば、フェイスリング配信者の顔も見れるね。ムラキャットさんは、まあ、まあ、もともと中身男っていうのは、ね、ことなりに言ってる話だしね。まあ、そこまでの、あれはないんだけど、まあ、それをどう捉えるかっていう、ねえ、リスナーさん次第だよね。はい、仕事行ってらっしゃい。中の人がおっさんって言っても、綺麗なおっさんなのか汚いおっさんなのかね、結構変わると思う。そんなことないでしょ。ぶっちゃけ元よりさ、バーチャル YouTuber なんてさ、バーチャル YouTuber なんだから、バーチャル YouTuber の視聴者層ってね、ほとんど男性なんだよね。だから男だから、まあ、女の人がメインの視聴者層で、あの顔割れは相当えぐいけど、
でもメインが男性視聴者層だからそんなにまあ残念さじゃないんじゃない？もう分かんないけどね。綺麗さ、綺麗なのさ、綺麗なの私は。仕事向きはフェアリーさんのためにいっぱいに稼いでく。ありがとう。今日稼いだお金全部振り込んでね。フェアリーさん実際綺麗だね。やったー、褒められた。珍しく綺麗な口座に投げていいの？カフェリーさんの口座にみんなのお給料投げていいの？安心して安心してフェアリーさんの口座にお給料投げてガチ恋してね。はーい、優しい。フェアリーさんは綺麗なんじゃなくて清楚なんだよなって。清楚だよね。じゃあ講座教えてよって。講座は教えません。ラポです、おはよう、いらっしゃい。あーもう本当に声出にくいな。給料はキュウリ3本だけでしたって労働組合言ったよ。聞いてるじゃなくて見てるの間違いかな。よっこらせポイ先生綺麗に3本ひどいよ。まだクラファンやってるからクラファンにあと100万円ぐらい突っ込んでくれていいよ。こんだからいいよ、ありがとう。てかさっきのアンケート結果、雑談プラスモンハンワールドが1位だったの。まあ雑談オンリーもねだいぶ強かったけど、なんかお風呂入る前にチラッと見たら雑談からのモンハンワールドが1位に変わってたから、まあ次枠は雑談1時間ぐらいしてからもお話しようかなと思います。はい、あ、OK ですか。みんなでもフェア兄さんのトーク力 3% とか言っちゃってさ。いや、それクラファンじゃなくてプーさんだから。雑談、いや、でもフェア兄さんモンハンしたいんだもん。結局昨日何時間も話せた、配信終わった後も1時間ぐらいしてて、モンハン14時間してたね、昨日1日でさ。14時間モンハンしてた。配信外で12時間やって、配信外で2時間やって、計14時間モンハンしましたよ。モンハンどれぐらいすんだ？上位に入って、ビオレイヤかっこはてなの鉱石集めがあともうちょっとぐらい。モンハンワールドやりすぎて次の日してるやん、今してるじゃんか、配信。文句ありますの？でもおとといはさ9時スタートでさ、昨日は10時スタートでさ、2日連続早めに放送できてたのにさ、結局それで生活リズム崩れてまた0時スタート、むしろ1時スタートっていうね。うん、
完全版とかは出ないんじゃない？どうなんだよね。結局配信が一時スタートになってしまうそうですね。主はここ。主はフェアリーさんだよ。男性とか女性とかそういうのは超越した存在なの。男でもあり女でもあるからお得。お得なんだよ。一粒で二つ美味しいんだよ。ねえお得でしょ。男の人もガチ恋していいし女の人もガチ恋していいよ。両方の性別の人からガチ恋されるのフェアリーさんだけ。フェアリースが男の名で何が悪いんだよ。俺は男だよって。ところでつぐみ動画あげないからバイノーラルやって。バイノーラル用意だよ。バイノーラルはやらないもの。ちょっと待って、マイクが届くまで待ってよ。マイク届いてないからさ。おっさんでも問題ないよな。ないよね。おっさんでもみんな問題ないもんね。マジで穴もさもついてる。そうだよ、蓋なりだからね。生首マイクがまだ届かないの。あれ海外のサイトだったから、まあ、届くの時間かかるんだろうね。
文句ありますの？でも一昨日はさ9時スタートでさ、昨日は10時スタートでさ、2日連続早めに放送できてたのにさ、結局それで生活リズム崩れてまた0時スタート、むしろ1時スタートっていうね。完全版とかは出ないんじゃない？どうなんだよね。結局配信が1時スタートになってしまうこれで。主はここ。主はフェアリーさんだよ。男性とか女性とかそういうのは超越した存在なの。男でもあり女でもあるからお得。お得なんだよ。一粒で二つ美味しいんだよ。ね、お得でしょ。男の人もガチ恋していいし、女の人もガチ恋していいよ。両方の性別の人からガチ恋されるのフェアリーさんだけ。フェアリーさんが男の名で何が悪いんだよ、俺は男だよって。ところでつびみ動画あげないからバイノーラルやって、バイノーラル曜日だよ。バイノーラルはやらないもの。ちょっと待って、マイクが届くまで待ってよ。マイク届いて寝るからさ。おっさんでも問題ないよな。ないよね。おっさんでもみんな問題ないもんね。マジで穴もさもついてる。そうだよ、蓋なりだからね。生首マイクがまだ届かないの。あれ海外のサイトだったから、まあ、届くの時間かかるんだろうね。
ふうくん、真夏いるの。え、なんかね、夢でね、南アメリカからね、なんか南アメリカで、なんか犯罪を犯して、なんかロシアまで車で逃げる夢見た。謎すぎる。南アメリカからアメリカの何西海岸沿いにひたすら逃げるっていう夢とかね、壮絶な夢だった。長かった。なんかいろいろストーリーあったんだけど全部忘れちゃった。なんか寝て起きた時ふーって感じだったもん。寝る前にチラッと見たら雑談からのモンハンワールドが1位に変わってたから、まあ次枠は雑談1時間ぐらいしてからモンハンしようかなと思います。はい、あ、OK ですか。みんなでもフェアリーさんのトーク力 3% とか言っちゃってさ、いや、それクラファンじゃなくてプーさんだから。雑談、いや、でもフェアリーさんモンハンしたいんだもん。結局昨日何時間モンハンしてた、あの配信終わった後も1時間ぐらいしてて、あ、モンハン14時間してたね、昨日1日でさ。14時間モンハンしてた。配信外で12時間やって、配信外で2時間やって、計14時間モンハンしますよ。あ、モンハンどれぐらいすんだ。上位に入ってディオレイヤーかっこハテナの鉱石集めがあともうちょっとぐらい。モンハンワールドやりすぎて次の日してるやん今。たまいまって今してるじゃんか配信。文句ありますの。でもおとといはさ9時スタートでさ、昨日は10時スタートでさ、2日連続早めに放送できてたのにさ、結局それで生活リズム崩れてまた0時スタート、むしろ1時スタートってね。うん、完全版とかは出ないんじゃない、どうなんだよね。結局配信が1時スタートになってしまうとね。君、主はここ。主はフェアリーさんだよ。男性とか女性とかそういうのは超越した存在なの。男でもあり女でもあるからお得。お得なんだよ。一粒で二つ美味しいんだよ。ね、お得でしょ。あ、男の人もガチ恋していいし、女の人もガチ恋していいよ。両方の性別の人からガチ恋されるのフェアリーさんだけ。フェアリーさんが男の名で何が悪いんだよ、俺は男だよって。ところで強め注意してた。うん、顔がバーンって出るからね。元からみんな分かってたんだし、まあ影響はない、うん、でもやっぱりどうなんだろう。ない、なくはないと思うよ、どうしても。うん。フェアリスト顔判明、フォークじゃん、うるさい。骨抜きはあった、ああ、あったな。うん、まあ。いろいろ覚えてはいると思うけど、鮮明できたと考えればいいんじゃない。キズナイ、押せ。やっぱはい、キズナイちゃん、黒幕説、こえー、アイちゃん。逆に言えば、このそのボタンを押さ、そうだね、そのボタンを押させればケーズリング配信者の顔見れるね。
え、ムラキャットさんは、まあ、まあ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 、もともと中身男っていうのは、ね、お隣に言ってる話だしね。まあそこまでのあれはないんだけど、まあそれをどう捉えるかっていうねえ、リスナーさん次第だよね。はい、仕事行ってらっしゃい。泣かなくてもおっさんって言っても、綺麗なおっさんなのか汚いおっさんなのかね、結構変わると思う。そんなことないでしょ。めっちゃけ、もとよりさ、バーチャル YouTuber なんてさ、バーチャル YouTuber なんだから、バーチャル YouTuber の視聴者層ってね、ほとんど男性なんだよね。だから男だから、まあ、女の人がメインの視聴者層で、あの顔割れは相当えぐいけど、でもメインが男性視聴者層だから、そんなにまあダメージはないんじゃない。もう分かんないけどね。綺麗さ、綺麗さ。ごはん、わざわざやりすぎて次の日してるよ、今。甘いなって。今してるじゃんか、配信。文句ありますの？でも、おとといはさ、9時スタートでさ、昨日は10時スタートでさ、2日連続早めに放送できてたのにさ、結局それで生活リズム崩れて、また0時スタート、むしろ1時スタートっていうね。完全版とかは出ないんじゃない、どうなんだよね。結局配信が1時スタートになってしまうとね。主は男、主はフェアリーさんだよ。男性とか女性とかそういうのは超越した存在なの。男でもあり女でもあるから、お得、お得なんだよ。一粒で二つ美味しいんだよね。お得でしょ。男の人もガチ恋していいし、女の人もガチ恋していいよ。で、両方の性別の人からガチ恋されるのはフェアリーさんだけ。フェアリーさんが男の名で何が悪いんだよ、俺は男だよって。ところでつびみ動画あげないから、バイノーラルやって、バイノーラルよう見なよ。バイノーラルはやらないもの。ちょっと待って、マイクが届くまで待ってよ。マイク届いて寝るからさ。おっさんでも問題ないよな。ないよね。おっさんでもみんな問題ないもんね。マジで穴もさ、もついてる。そうだよ、ふたなりだからね。生首マイクがまだ届かないの。あれ海外のサイトだったから、まあ、届くの時間かかるんだろうね。
てかさっきのアンケート結果、雑談プラスモンハンワールドが1位だったの。まあ雑談オンリーもねだいぶ強かったけど、なんかお風呂入る前にちらっと見たら雑談からのモンハンワールドが1位に変わってたから、まあ次枠は雑談1時間ぐらいしてからモンハンしようかなと思います。はい、あ、OK ですか。みんなでもフェア兄さんのトーク力 3% とか言っちゃってさ、いやそれクラファンじゃなくてプーさんだから雑談。いやでもフェア兄さんモンハンしたいんだもん。結局昨日何時間モンハンしてた、あの配信終わった後も1時間ぐらいしてて、あモンハン14時間してたね昨日1日でさ。14時間モンハンしてた。配信外で12時間やって、配信外で2時間やって、計14時間モンハンしましたよ。モンハンどれぐらいすんだ。上位に入ってビオレイヤかっこハテナの鉱石集めがあともうちょっとぐらい。モンハンワールドやりすぎて次の日してるやん今。甘いなって今してるじゃんか配信。文句ありますの。でも一昨日はさ9時スタートでさ、昨日は10時スタートでさ、2日連続早めに放送できてたのにさ、結局それで生活リズム崩れてまた0時スタート、むしろ1時スタートっていうね。完全版とかは出ないんじゃない、どうなんだよね結局。